じゃあ昭和レトロ館に向かっていきますか。いっさ、わしはマックスコーヒーを買ったし、糖分、水分ともに OK、 OK、 オールクリア、 OK。 それあれだけちょっと調べて、ファミコンショップ山本勉強するし、あ、そうだよね、もし全然違うとこだったら意味ないかな。およそ800メートル先、今ならまだ引き返せる。ファミコンショップ間違えて、フードショップって感じでした。もういろんなのが混ざっちゃってさ、さっきからレッドじゃないや、そう、なんかいろいろね、グルメとあれが間違えたりね。そうそうそう、本当ナスに入った瞬間変わったね、一気に変わった。これ昆虫だもんね。あ、トマちゃんどう、もうちょっと涼しいかな。あ、少し涼しい？少し涼しいね。少し顔あれだよね。うん、涼しい。しかもなんかトリックアートっていうのあるね。あ、そうそうそう。これもある。うん。ダメだ、情報が多すぎる。クラシック博物館。これ行ったんだよ。うん。これは行ったのか、トマちゃん。行けば行く？時間があったら。行ってみる？どうだった？トマちゃん良かった？いや、いいよ。どういう感じ？要はなんかほらクラシックかっていうと、どっちかっていうと、まあ日本のあれもあるけどさ、海外のイメージが結構強いのよ。あ、そうそう、私は海外の。あ、でもいいな、クラシックか。なんかお土産とか買えんの、ミニカーの。あ、なんかあるよ。ただね、行ってすぐね、うん、感動したもん。うわ、かっこいいっつって。あ、友達が、うん、もうすぐ。そう、もう車好きはちょっとたまらない。いや、たまんないと思うよ。特にクラシックか好きな人は、なると思うよ。やっぱりそういうところだからさ、いい状態で残ってんの。うん、綺麗なやつよ。もうちょっとテンション上がったじゃん、ともちゃん。上がったね。てか先にそっちが出てくるんじゃねえか。あ、本当に。それは遅くまでやってんのかな。遅くまでっていうか、そんなに早く閉まったりするのかな。多分4時くらいだね。まあ4時か5時や。こういうところ、こういうナスとかの方って少し早いのかな。よく飲食店も早かったりするじゃない。うん、そうだね。こういうところって泊まるとこはあんの？ナス自体のホテルがあるとかさ。あ、あると思うよ。あ、これだ。あ、マッハ555があるじゃん。あ、マジで？マッハ555のやつ。今いつから見たら。うん、あの白いさ、とんがったやつ。アニメのやつ。蒸気機関車レストランなんか多分新しいのもできてるよね。できてるね。これ知らないもん。うん、あ、林道湖ってあれか、那須林道湖か。コマーシャルでやってたやつ。そうだよ。あ、これトリックアートさっき言ってた。そうだね。これはトメちゃん行ってない、うん、トリックアートは。これどうなってんの、道がどうなってるか分かんない。ラッシュかどこだね。ないね。これだ。あ、これか。どうだこれ。今急に思い出した。これこんな入り口だっつって。これ。そう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 。これはね、やばい。これやばいよ。これはちょっとトモちゃんもおすすめ。うん。18時まで。あ、じゃあもうあれなんだね。良心的ではあるね。そうだね。行くかい？行きますか。トモちゃん大丈夫？大丈夫だぜ。うん、いや、また来たいとは思ってたの。あ、本当に？いやいや、せっかくだから行きましょう。そうだね。いやー、まさかこれはね、俺もあれの、やっぱり人気スポットってやつ出てくるんだけどさ。クラシックか、見に行きましょうか。 OK、はい、那須クラシックカー到着いたしました。世界の名車&バイク、ちょっとね、覗いていきたいと思います。はい、ただいまね、那須クラシックカー、来ております。車とバイクのね、クラシックカー、いろんなものが置いてあるんですけども、やっぱりね、かっこいいね。ここはね、昔一回来たことあるんですよ。もう一回来たいなと思っていたんですけども、今日ね、来たら近くにあることをね、思い出してそのままね、来てしまいました。本当は、昭和レトロ館にね、行く予定だったんですけども、まあ、その前にちょっと立ち寄ったという感じです。レトロ館の方もこの近くにあるのでね、この後ちょっと行ってきますけども、とりあえずここを今ね、堪能します。
いやかっこいいな。もうねザ・アメ車っていう感じです。こういうクラシックカーを見てるとね乗ってみたいなっていうのが出てきちゃうんですよ。いやこれいいなあ。あヒーデーオーシンヒーはいヒーディーいいね。あとフィアット600。あ上の方にねショップとカフェがありますね。あここにちょこんと BMW イセッタっていうのかな。後ろ向きなのか前向きなのか分かんないけどいいね。からはもう一望できます。いやかっこいいな。まあ、ただの絵だけどね。もうスーパーカーが並んでるだけでもう興奮してたのテンションマックスぶち超えたみたいなね。いやかっこいいなやっぱりな。あれはマッハ555。ちょっと下行こう。このクラシックカーのねこのあれにビートがもう入っています。これもクラシックカーになるのかな。こっちにはねスカイライン箱スカスカイラインがあるんだけどこれはわかるよね、うん、もう見たから降りちゃおう。いやおしゃれだね。いやもう一度これだけの数を揃えてるんだからねこれはちょっと本当見応えありますよ。うんかっこいい。でここはほらカーグラフィックの雑誌これずっと多分あるね。全部揃ってんじゃないかなこれね。ここがギャラリーになっててこんだけ揃ってそして読むスペースもちゃんとある。これはもう好きな人はここで 何時間でも過ごせんじゃないかなこれね。素晴らしい。でこのスペースはねもうほんとカフェみたいになっててゆったり時間を過ごせる場所としてね、いいんじゃないかなと思います。いや間違いないわ。親父はサンダルです。マッハ5。いやこれかっこいいわ本当に。いやいいね。これは東京モーターショーに出展された実物みたいだからな。いやかっこいいわ。これジュークボックスだな。あ、100円玉を入れたらちゃんと CD 選んで聴けるんだこれ。あ、いやいやいや調整中につき使用できませんだ。いいね。いや腰には拳銃そして後ろを向くとこいつか。おいやこれいいな。これもいいな。いやこれもいいよ。これもいいわ。いやこれもいいな。マジか。
よかったね。はい、ごちそうさまでした。さあ次行こう。お茶お茶ウーロン茶だ。よし、じゃあ次は昭和レトロから行きますかい。やっさ、さてジョージアのマックスコーヒー飲んでから。